下ひろこです。ミュンヘンを拠点にして紙を使った作品を制作しています。大学卒業後は空間を作る会社でプロジェクトマネージャーとして働いてたんですが、自分も何か制作する側に携わりたいなと思ってロンドンに留学をしました。紙で作品を作ることになったきっかけはロンドンの留学中なんですけれど、もともと山の風景の連なりとか、あと葉っぱの重なりとか、そういったものが持つ奥行き感にとても興味があったので、その奥行き感を、うまく紙の重なりで表現できないかなと思って制作を始めました。ミュンヘンに住み始めてまだ1年ぐらいなんですけど、アルプスにも近くて自然がとても豊かな街です。あといろんな国籍の人が集まる国際的なところもとても気に入ってます。自然の中の光とか影とか、夕暮れ時に木がだんだん物体から影に変化していく様子とか、そういった平面的な感覚と空間的な感覚の関係性に惹かれてます。ある種浮世絵的なフラットな奥行き感というか、まあ、それが今の自分のスタイルになっていると思います。作品を作るだけでなくて、最終的に写真を撮影して一つの作品を完成させます。自分のイメージに合う影や奥行き感が出るまで、撮影ではカメラマンと一緒に細かい調整を繰り返すことが多いです。今は作品を撮影した状態でアウトプットすることがほとんどなんですけど、ディスプレイとか立体作品そのものの展示とか、実物を直接見てもらえるようなプロジェクトを増やすのが次の目標です。